消えちまう。あいつなら。ちょっと大丈夫ですか？動かない方がいいって、今救急車呼んでるから。ああ大丈夫か？怪我してないの？なあ、全然電波来ねえんだけど。なんだこれ。生きてやったのか。なんだよ。おい、寝ぼけたガキ、この体よこせ。なんだよこの声。くそ、こんな都合よくはいかねえか。素人だな。俺は中にいるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。だろうな。なんだ。何か暗い。喋んな。隠れる。いいから今は言う通りにしろ。あいつよるべなくさまつ、私の声を私が君たちを救おう。私だけが君たちを救える。君たちの魂は純化する。来たるべき世界の礎となる。器は整った。それは魂の住まうべきところだ。さあ集え。良き終わりはそこにある。なんだよあれ。敵だ。あとあっか何言ってんだよ。そもそもあんた一体。おい抵抗するな。だからもう俺のもんだ。お前はさっき死んだ。俺が出ていけばお前は終わる。そんなどうすれば。お前に選択肢などない。俺に従え。嫌だ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないこと知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他誰もいないぞ。こいつ悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には消えてもらう。仕方ねえ。まずは付き合ってやる。だが忘れるな。お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指図するな。なんだよこれ。逃げ切れない。俺の指示に従え。ここだ。なんだこれ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。ものは試しだ。触れてみろ。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために。あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか、どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。嫌な気配がする。なんだ。気をつけろ。誰かいる。どうなってるんだ。警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。落ち着け。目に見えることを全て信じるな。ながらにしてあちら側と接続されている。まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ？人間？もう一人。お前は愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそは逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だがお前は後回しだ。周りに触れるなと言っている。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。しなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。嫌だ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わん。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー、僕は伊豆明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい。KK だ。名前は捨てた。KK、マリを頼む。俺には戸締まりしろってうるさいくせに。これだよ。マリー、ここは。おい、しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。ちった見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。あったよ。受話器を取れ。俺がつなぐ。何これ。エドが作った装置だ。そこに片白をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置、あいつ。余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと。なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。なんだよこれ。気に入ったか。持っていけ。こんなものどこで。職業柄まあいろいろつてがあってな。あんた何者なんだよ。国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。誰？仲間だ。え？だったと言うべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん。消された人間は5万か10万。いや、もっとだ。なんだよそれ。まあ、何人消えようが俺には関係ないがな。ただ、このどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい。せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろう。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか？さあ、どうだろうな。右手を俺に貸せ。ありがとう。礼はいい。来るぞ。危なかった。さすがに冷や汗が。あいつさっき見失ったやつだ。地下に降りていったな。そこに奴らの拠点があるのかも。何回も逃がしてたまるかよ。おぞ。ここにあいつがいるのか。だといいがな。待て。何か感じねえか。警備員ってわけか。あいつが近い証拠だ。絞り上げて叩ける。今だ、引き抜け。せやがって。まさか。なんだ、どうした。あいつ、どこまで行かれてやがるんだ。待って、どういうこと。早くこてろ。ああおい、なんで攻撃しないんだ。こいつは俺だ。俺の体を操り人形にしてやがった。何 KK 倒せってのか。俺の体だぞ。逃げよう。いや、奪い返す。今日お母さんの3回忌だよ。お父さんの時だって一度も会いに行ってないじゃない。またそうやって逃げるの？逃げてるだけじゃ何も変わらない。違う。僕はただ違う、違うんだ。戻ったのか。KK、引き剥がされた。じゃあなんで僕は生きて。消えてる。全部、力も経験もどうすればいい。マリをどう探せば。あそこなら。なんだ。誰だ。写真の。ずいぶん仲良くしてたみたいじゃない？あの口の悪い男と。で、助けたいのね。でもできるかしら、そのおもちゃだけで。力が必要でしょ、彼の。でもどこに連れて行かれたかわからない。あなたやっぱり気づいてないのね。彼とのつながりは自分の中にあるってことに。え？これ彼に渡してくれる？大切なものだから。これって。ここか。ケンケンパン。妹を助けるためには KK、 あんたの力が必要だ。遅えんだよノロマナ。助けに来るって分かってたような口ぶりだな。助け？何様のつもりだ。俺の力が必要だから来た、そういうことだろ。それはアジトで女の人から押し付けられた。はあ？あいつ生きてるのか。いや死んでまで世話焼きとはな。家族だろあんた。助けるために。お前には関係ない。俺とお前は進む方向が同じ、それだけだ。これはしまっておく。で来るんだろ一緒に。人に物を頼む態度じゃねえな。頼んではいない、取引だ。お互い拒否はできない後悔すんなよ。お前の連れか。ああ、仲良くしてやってくれよ。仕方ねえな、遊んでやる。なんだあの場所、森林公園だな。何をやってるのか知らないが急いだ方が良さそうだ。ああ、一匹狼が他人の体の中に収まってるのは大変だろ。え？ああ、ごめんなさい、あなたじゃないわ。あなたの中の彼に言ってるの。リンコか。お互いくたばり損なったみたいだな。相変わらず口が悪いな。でも無事でよかったわ。霧の発生源は戦国センタービルの奥にある。え？ずいぶん親切だな。お世辞はいいわ、急ぎなさい。来たか。どうなっているんですか。あの鳥居はある一定のエーテル濃度で可視化する。この装置はエーテルの濃度を調整して可視化されないようにしているのよ。そうやってこっそりと霧をこの世に送り込んでいる。あなたたちが鳥居を浄化していくのを見て対策したようね。それならそいつをぶっ壊す。そんなことをしたら調整されていたエーテルが一気に放出される。適合者でもただでは済まないぞ。調整しながら止めるしかない。おい、そんな場合じゃなくなったみてえだぞ。これでこの場にある霧の発生源が可視化されるはずよ。おい、ここに敵がいるとなぜ言わなかった。この装置がある限り私たちはここに来ざるを得ない。それなら罠を用意しておけばいい。考えればわかることだ。だからあなたたちを呼んだ。それも考えればわかるって言いたいんだろう。こんな真似は二度とするな。KK、先を急がなきゃ。そうね、気をつけてね。凛子さん、ありがとうございます。こちらこそ、守ってくれてありがとう。凛子、いや、もう一人いる。こいつ、病院で見たぞ。あいつらの仲間だ。やっぱり偽物だったってわけか。エリカって子を探しに来て敵に取り込まれたんだ。私の正体はバレたみたいだな。そういうことだな。じゃあもう騙し討ちの必要もないな。ここに閉じ込めてあげるわ。なんだ。消えた。どこかにいるはずだ。探すぞ。 KK、 あそこ。リコ、俺はお前を許していないぞ。私も許されるとは思っていないわ。でもまた一緒に戦うことはできるはずよ。ああ、そうかもな。お前次第だぜ。リコ、もう少しそいつを抑えておけ。リンコさんは返してもらうぞ。よかった、無事のようだな。はい、僕たちは大丈夫です。凛子さんの方は問題ないわ。本当に問題ないのか。目は覚めたよ。それに取り込まれたけどただでは戻ってこない。この辺りの霧の発生源が分かったわ。今から教える。何か書くものはあるかな。大丈夫だ。この姿のいいところは肉体や物質に縛られないところだ。今からあなたに送るわ。あとは2人に任せるわ。れは魂だ。全部あいつらが集めたものだ。なんて数なんだよ。刑事って仕事は慣れれば慣れるほど正義感ってものが鈍くなる。いちいち反応してられないからな。けどな、たまに鈍くなったその頭をガツンってぶったたいてくれる事件がある。目の前の光景がそうだ。確かにぶったたかれたよ。正義感と使命感で胸がいっぱいになるだろう。それでこそ生きてる甲斐があるってもんだ。実験台が勝手に檻から出たらダメじゃないか。てめえ KK 待って、周りはどこだ。一心同体か。実に興味深いが、儀式は間もなくなる。君らにはもう使い道がない。救ってやれなくて申し訳なく思う。何を言っている。周りを返せ。残念ながら今生の別れをさせてやることはできない。彼女にはもう最後の晴れ舞台に上がってもらっている。なんだと。私にはまだ仕事が残っている。大切な仕事だ。君たちのもてなしは私の名代にしてもらう。お前、そんなことで本当に死人が蘇ると思っているのか。 KK、 どういうことだ。こいつは大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。5年前に病死した自分の妻を呼び戻そうとしているんだ。娘はどう思うだろうな。てめえの父親がここまで狂ってると知ったらよ。まさか。KK、どうした。誰なんだあれ。すまない、勘違いさせてしまっていたようだ。妻と娘は理解してくれている。あとは魂を呼び戻すだけだ。娘は本当に役立ってくれた。この結界も彼女のおかげだ。自分の子供を生贄に使ったのか。肉体など魂の器に過ぎない。愛情とは物に抱くものではないだろう。なんだこいつ。時は満ちつつある。君たちの相手はこの子にしてもらおう。あと、こいつから離れろ。引き離される。KK!助かったぜ。ごめんな。なんだ。また KK、 あいつを追わないと。この子まだ。お前は関わるな。汚れ仕事は俺の担当だ。こんなことが許されるはずない。あいつを止めない限り終わらない。行くぞ。ああ、なんだかわからんがクソったれなものがそびえ立ってるのはわかるぜ。おい、ビビってる場合じゃねえぞ。ああ、行こう。ありゃうかつに近づける代物じゃねえ。あの世の霧が集まってできてる。このまま突っ込んだところで魂が引き剥がされるだけだ。じゃあどうすればいいんだよ。簡単だ。思いっきり突っ込むんだよ。案内する。行くぞ。取ってみろ。リンクが使ってた特殊なバイクだ。すごいな。でも何が違うんだよ。霊的な侵食を防ぐ装置が積まれているらしい。これで霧を抜けられるはずだが。本当に大丈夫なのか？黙ってろ。今調べる。これ動かないぞ。まあガソリンが入ってないからな。それと特注のターボユニットが壊れてるな。こいつを動かすには大型のタービンホイールが必要だ。問題は次、冥界の香油だ。何それ？こいつはただのバイクじゃない。あの霧を通り抜けることができるバイクだぜ。あの世のオイルも混ぜてやる必要があるんだよ。それがない。じゃあそれはどこにあるの？知らん。ずっと電話に張り付いていられないので、定期的に回線をつなぎボイスレコーダーの声を再生することにした。返事は結構だ。こちらの指示だけ聞いてくれ。この声エドだ。ここにいるということはおそらくリンコのバイクを使うつもりだね。だけど冥界の交流がない。大体そんなところだろう。以前説明したけど KK、 どうせ忘れているんじゃないか。当たりだね。冥界の紅葉はあの世の干渉がより強いところで手に入れることができる。あの世がはっきりと見えるくらいの場所だ。すぐに違いがわかるはずだ。探してみてくれ。以上だ。どこから行こうか。お前の好きなところからでいいぜ。おい、いいのがあるぞ。このタービンホイールは使えないな。型が違う。これでもダメ。リンクのやつ、替えの利かないもの使いやがって。ん？ぜやるじゃねえか。お前の体の中にいた方が落ち着くぜ。それは僕も同感だよ。そういうことか。うちのガキが好きだった車だよ。このタービンホイールなら使えるだろう。これで全部揃ったな。アジトに戻ってバイクの修理だ。アキト、少しの間俺に体を貸せ。修理する。うん。よし、行くぞ。ああ。やったか。構うな。先を急ぐぞ。私はここで死んだ。悔いを残してね。けどそれもあなたたちのおかげで晴れた。行っちまうのか。もう思い残すこともないから消えるしかない。最後まで付き合えなくてすまない。気にすんな。こんな姿になっても私は死後の世界は信じてない。そんなものがあったらみんな喜んで死ぬに決まってる。生きなさい、懸命に。行こうぜ、相棒。あいつの目的は家族の蘇生じゃないのか。さっき言ってたろ、あいつにとって肉体は魂の器だ。捨て駒に過ぎない。戦わずに済む方法はないのか。ない。邪魔をするなら排除するだけだ。この先に一体何を見ているっていうんだ。知るか。同情はしねえ。だが俺が終わらせてやる。どうした？変な声が聞こえる。妹の声だった。あいつらが何か仕掛けてきてるのかもな。おい、どうした？アキト、アキト、行くぞ。俺のこといい親だって言ったよな。俺はいい親なんかじゃない。刑事として一生懸命働いてさえいれば家族は守れると信じきっていた。でもな、久しぶりに家に帰ったら俺たちはもう家族じゃなくなっていた。息子は俺が渡したおもちゃをつまらなそうに見ていたよ。もうスーパーカーになんか興味がなくなっていたんだよ。KK、それでも俺はこの戦いから逃げない。守りたいものを守るためだ。マリー！あの人形は時間稼ぎすらできなかったのか。てめえ！肉体の死はただの事象に過ぎない。魂は肉体を離れてこそ本来の姿を取り戻す。死生観は自由だ。否定はしない。だけど独りよがりの妄想に人を巻き込むな。正しい導きはいつの時代も疎まれる。だが君もすぐに理解するだろう。肉体がいかに無意味なものなのかを。マリー様！必要な量の魂は集まった。その全てを使い生と死の境界を破壊する。君の妹は最後の礎として用いられる。とても尊い役割だ。そんなことさせるか！教会が失われれば世界は一変する。私はそこにささやかな楽園を作るつもりだ。妻と娘の魂が永遠に輝き続けることができる。何が楽園だ！そうだ、素晴らしいことを思いついた。この娘にも楽園を用意してやろう。強い意志を持った稀有な魂だ。場合によっては新世界の導き手になれるかもしれない。新世界のマリア、いやイブか。お前の夢物語など何の価値もない。夢か。直接確かめたのか。妹の魂がこの肉体に戻りたがっているか否か。それは。この娘の包帯の下はどうなっていると思う。肉体に固執しても苦しみが増すだけだ。だからっておい、惑わされんな。こいつを倒さなければ世界が終わるんだぞ。アキト、しっかりしろ。時は完全に満ちた。ここから世界が変わる。新たな始まりの時だ。我が祝願が成就する。立て、奴を追うぞ。マリー、お前は何を。あいつの妄想に取り込まれるな。目を覚ませ。覚まさないならお前を切り捨てる。アキト、お前本当にこのまま。自分に勝つ。アキト、お前は邪魔をするな。要は確かめるのが怖えんだろ、妹の気持ちを。自分が命張ってまでやってきたことが全部無駄だった。の答えを聞くのが怖えんだ。あんたに何がわかる？わからねえよ。自分の家族の気持ちさえな、わからねえから確かめに行くんじゃねえか。KK、俺は止まらない。お前はどうする？僕も行く。マリに直接確かめるまで死ねない。俺がやる。まさか自分に引導を渡すことになるとはな。KK、行くぞ。黄泉の国はまだ先だ。ああ、行こう。ここだ。ああ、あいつもお前の妹もこの中だ。準備はいいか？家族の晴れの門出を静かに見守ってやることもできないと、哀れな者たちだ。確かめに来た。マリの意志を邪魔はさせない。物言わぬ彼女の願いを君がどう知るという？やめろー！冥界の門は開いた。あとは最後の仕上げだ。時よ、お前なんだこれは。彼女が起こしているのか。いや、それでも儀式は止められない。マリー、お兄ちゃん、ありがとう。来てくれて。ごめん、俺ずっと謝りたくて。知ってるよ。だから私、死ねなかった。お兄ちゃんのせいじゃない。あの時私これを。何？残してくれた思い出、どうしても置いていけなかった。マリー、お兄ちゃんは生きて。俺、最後に本当の気持ち話せてよかった。やはり私は間違っていなかった。2つの世界は今つながったのだ。人々の魂は肉体から解き放たれ浄化される。私と私の家族は再び一つとなる。失うことも悲しむこともない。永遠の楽園で。本当の最後だ。何も見えない。暗い。寒い。死にたくねえ。捕らえられていた魂だ。じゃあこの人たちは。ああ、魂と肉体が切り離されていただけだからな。自分に戻るはずだ。でもマリは。父さん、母さん、父さんの命日は12月10日。母さんは6月9日。忘れてない。一度だって忘れたことなんてない。もう平気なふりなんてしないよ。泣いてもみっともなくても僕は生きていく。次に会うのは俺が最後の最後まで生き抜いた後だ。KK、 アキト、もう取りつかれんなよ。死神は俺みたいにいいやつじゃねえからな。なんだよそれ、勝手に取りついておいて。礼ぐらい言えよ。ありがとう。